こんにちは、直樹です。今日もね、先日動画を撮ったね、ブラックベアというレストランに来ておりました。で、先日はね、弟夫妻の車で一緒に乗ってきたので、今日はね、ちょっと待ち合わせでね、ここでまたご飯を撮るということになって、で、ここのいい場所っていうかね、まあ別にここに限ったことではないんだけども、お話がしやすいってことなんだよね。で、まだ私動画にはしてないんだけども、またね、別で、なんていうんだろう、会ってお話をするような会食っていうか、そのご飯食べるっていうようなことがあったんだけども、生演奏とかあるところだとね、会話がね、進まねえんだな、会話が進まねえんだなっていうか、要するに音が、楽器の音とかが大きすぎて、で、お互いね、大きい声でお話をしないといけないっていう、そういう状況になってしまうんで、やっぱりまあ曲が流れるにしてもね、静かな、まあ、あまりうるさくないような状態で、普通の、なんていうんだろう、声の音量でお話ができるのでね、まあ、今日もここに。で、ちょっと私ね、早く来すぎたんでね、ちょっと今日はね、またご飯を食べてから、まあ、いつも暇なんだけどさ、いつも暇人なんだけども、すぐまたちょっと今日はサンディエゴの方に、今日はね、また別のところ行かなくちゃいけなくて、大学の友達にね、会いに行かなくちゃいけなくて、で、まあ、ご飯食べ終わってしばらく、出かけないといけないっていう。で、今ここどこかっていうと、この通りがね、目の前がね、 PCR っていう、そのパシフィックコース、はい、ちょっと見えるかな、いつもお話してる、これレドンビーチの方の通ってるところだよね、ほら、これだから、ここ南側なんだけども、そのロサンゼルス軍の、まあ、ロングビーチはもっと南なんだけどさ、で、これがホーソンっていう大きな通りね。で、ここのね、ちょっとお話も実は動画を撮ってたんだけど、まだアップロードしてなくて、ここの10時ら辺にはその、ね、マクドナルドが見えるよね。マクドナルドがあったり、そのポパイっていうハンバーガー屋さんっていうかあったり、このね、車屋さんがあったり、まあ、いろいろパンデエクスプレスがあったり、カールスジュニアがあったり、まあ、お店が結構たくさんあるよねって。で、以前お話したように、ここから300メートルくらい行くと日系のね、美容室があるよということだね。で、私はえらく早く着いてしまったんで、ちょっとここら辺歩いてみようか。で、ルイジアナキッチンポパイ、ね、で、ここの動画はね、私多分撮ったことなかったんで、だからといって今日はちょっと無理だね、今からご飯食べるので。で、まあ、この PCH だから、こうまっすぐ一応続いてるんだけども、どっかで右に曲がるっていうか、右にこうぐーっとこういう風になってて、で、それがレドンドビーチまで続くって感じかな。はい。で、ここのマクドナルドはね、以前ね、動画で実は撮ってて、で、私の甥のね、なんて言うんだろう、時間稼ぎじゃないけれども、まあ、まだ開いて、確か開いてなかったのかな、開いてたんだ、マクドナルドは開いて、オープンしてないってことはないので、多分11時までだから、朝ごはんっていうの、そのメニューの朝のメニューって、で、フライドポテトは多分11時以降じゃないと売ってないから、わざとその11時まで時間潰すために、ほら、あそこの公園とかね、そこで時間潰してよっていう、以前動画を撮った場所っていうのは実はここになるわけですな。ここら辺はさ、ほら、ちっちゃいお店ばかりなんだけど、やっぱり駐車場がそれなりにあるっていうことだよね。ここら辺もそうだけどもさ、まあ、なので、あとその大きな通り、まあ、大きな通りがあるからっつってね、お店が閉まってないかっていうと、またそれはちょっと違かったなって、先日いろいろ風杖
なんかさ、こう歩いてていいなと思ったら、ここ入ったことないんだけどもさ、まあだからといって今買ったらもう食べられなくなる、今から食べようと思ってるんでね、オーシャンウエストプラザだって、ここいいな、後でね、ちょっといつか来てみようか。レモンペップ TT サンドイッチチキンバッファロー&ガーリックパームテンダーとか、なんか美味しそうだね。お、チキンフィレみたいな感じ、みたいな感じなんだけど、このバッファロー、本当にバッファロー、バッファロー&ガーリックっていうのはちょっと本当にバッファローなのか分かんないけど、ちょっと後で試してみたいな。まあ、歩くことなんてないからね、普通ここら辺あの住んでない限りさ。あとはね、まあ、似たような感じのなんていうの道になるんで、それがあとはもうあのこんな感じでレドンドビーチに行くか行かないかみたいな、行くか行かないかって今行くんだけど、とりあえず戻ろう。で、分かる通りね、ほらあの2人の夫婦長袖着てるよね。あの太陽が出てるかってそんなむちゃくちゃ暑いっていう時でもないからね。私も今半袖ではあるけどね、やっぱり長袖持ってきてるからね。コースだな、カオス。コースここにいっぱいありますよ。カオスだぜ。え、何があんの？お、足跡？すごいね。虫さんいるかな、虫さんとかね。クマ、そうだね、クマだね、ほら、鮭食べてるよ。ね、お魚取ってるね。おお、すごい。これやっぱりあのちっちゃい子のための靴だよね。